アムアムチャンネル。こんにちは、アムです。今回はキュートガールキーチェーンを編みます。少し難しいですけど、概要欄に編み図の PDF ファイルアドレスがありますので、そちらにアクセスして編み図を印刷してから編むことをお勧めします。それでは始めます。今回使用する糸は、お顔と手足がケイトピエロさんのコットンニート S、 カラーナンバーが02番です。そしてあとドレスとか髪はケイトピエロさんのレインボーコットンを使っています。どちらも同じ長さで同じグラム数です。そして使用する針はかぎ針4号です。ではまずお顔の部分を編むんですけれども、実はこのお顔と後ろの頭と同じ編み方です。でこちらお顔ですね。でこう頭の部分を編んで2つ合わせていきます。まずこちらのお顔の方を編んでいきます。編み図はこちらです。こちらも同じ編み図を使います。まず鎖編みを編みます。ここからです。ここからスタートして、鎖編みが13目足す立ち上がりの鎖編み1目で、全部で14目編みますけれども、まず13目編みたいと思います。結び目を作ります。結び目はどのような作り方でも大丈夫です。作ったら引き締めておきます。そして1目目の鎖編みが小さくならないように、ちょっと余裕を持たせて編み始めてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ここまでできました。でこちらを編む前に13目目の裏山、ここを押さえて立ち上がりの鎖編みを編みます。これで14目です。そしてここの13目目の裏山に細編みを編みますので、押さえたところに針を入れてかけて引き出してかけて2本抜きます。これで細編みです。次は中長編みになりますので、かけて次の裏山に針を入れて糸をかけて引き出したら、少し伸ばしてかけて3本抜きます。次長編みです。ここからは長編みが1目ずつ9回です。まずかけて次の裏山に針を入れて糸をかけて引き出したら、鎖編み2目分ぐらい伸ばしてかけて2本抜いてかけて2本抜きます。これで1目です。続けてあと8回編んでいきます。次2回目です。長編みの2回目。次3回目です。3回、4回、5回、6回、7回、8回、そして9回です。長編みを1目ずつ9回編みました。次中長編みですので、かけて次の裏山に針を入れて引き出したら、少し伸ばしてかけて3本抜きます。最後細編みですけども、この最後の目に3目細編み編みますので、まず1目編みます。1目裏山に編んだら、編み始めの糸を向こうにして編み地を時計回りにターンします。そして同じ目に針を入れて、あと2目細編み編みます。1、2、これで3目編めました。次は鎖編みの裏山の、あの裏山すくってますので、残ったチェーンのところに編んでいきます。まず中長編みです。2本残ってますので、ここに針を入れて中長編みが1、次は長編みを1目ずつ9回です。長編みが1、2、
6 7 8 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 目編みました。あ、ここですね、9目。そして次10長編みですので、かけて引き出したら少し伸ばして3本抜きます。で、最後の目は細編み2目です。ここですね、ここに2目編みます。1目2目、そしてここに細編みがありますので、細編みの右上の頭ですね、2本すくって引き抜きます。これで1段目ができました。ちょっと難しいですね。2段目です。まず細編みの1目の上に2目、中長編み1目の上に中長編み2目編みます。立ち上がりの鎖編み編んで、根元に細編み2目です。1 2、そして次の目に中長編み2目です。1 2、そしたらここからは増減なしのゾーンですので、長編みを9回編みます。1回2回3回4回5回6回6回7回8回9回、9回見ました。そしたら次は中長編みの上に中長編み2回です。ここに中長編み2目です。2回じゃなくて2目ですね、2目。そしたらここの細編み3目のところに2目ずつ2目と細編み編んでいきます。2目です。2目が1回、2回目の2目、3回目の2目、そしたら中長編みの上に中長編み2目です。ここに中長編み2目、そしたらここですね、こっちですか、ここですね、長編みを1目ずつ9回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9回。そしたら中長編みの上に中長編み2目です。ここに2目、そして細編み2つありますので、そこに2目2目と編みます。こことここに細編み2目ずつです。1、あ、ごめんなさい、1、同じ場所にもう1目、次も2目です。1、2、そしてここは前段で引き抜いた目、ここを立てるのは立ち上がりの目ですので、ここですね、ここに針を入れて引き抜きます。で、これで2段目ができました。で、3段目は髪の色を編んでいきますので、ここで引き抜くときに実は色を変えますね。ここで色を変えるんですけど、白は切っておきますね。そして引き抜くときに髪の色を引き抜きます。そして髪の色を引き抜いたら、ここから立ち上がりの鎖編み編んで、細編みを1目2目1目2目、そして細編みを1目ずつ9回1,2,3,4,5,6,7,8,9回編んだら、またここから1目2目1目
2名でここまでで同じなんですけども、ここで終わっちゃうとちょっとこの辺で終わってしまって、左右の髪のバランスが悪いので、ここまで編みます。1目2目1目2目1目、ここまで細編みを髪の色で編みたいと思います。ではここから編みます。鎖編み1目で立ち上がって根元、細編みですね、細編み1目2目です。1、2、そして1目2目です。1目2目、これで1目2目1目2目と編みました。1目2目1目2目、この後は1目ずつ9回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9回、ここまで来ました。この後1目2目1目2目とまず編みますね。1目2目1目2目で、ここまで編んでちょっと様子を見るとですね、何か対まっすぐなもの、こうするとちょっとここ足りないんですね。もう1目欲しいので、この1目を編みます。で、1目編んで1目2目1目2目1目2目と編みたいんですけども、1目編んで次を2目を白で編みたいと思いますので、1目編んで引き抜くときに顔の色です。これを引き抜いて次が2目です。ここがちょっとややこしいです。はい、ここの1目2目はオレンジが1、白が2目、こんな感じで1目2目を編みました。その後は1目2目、あと1目2目1目2目ですね。1目2目1目2目それでここまで来ました。ここが1目2目1目2目1目までを髪の色で、ここの2目、1目2目1目2目を顔の色で編みました。あと顔の色で続けて最後まで編んでいきます。まず細編みが1目ずつ9回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、そして9目編んだら1目2目1目2目1目2目です。1目2目を3回繰り返します。1目2目1目2目1目2目です。1目、次2目、次1目、2目、そして1目、2目、これでここの顔の顎の部分が終わりました。あともうちょっとこちら髪の毛を編みますので、4段目は髪の色だけで編んでいきます。この糸はちょっとここから向こうへ行きませんので切ってしまいますね。そして引き抜くときに髪の色を引き抜きます。そしてここです。で、ここからずっとここ引き抜きまでぐるっとこう編んでいきます。ここです。まず1目2回2目です。立ち上がりの鎖編み編んだら1目2目ですね。ここ根元が1目、次も1目、1目1目、次が2目です。1、2、そしたら中長編みで1目1目2目です。中長編みの1目、中長編みの1目、中長編み2目です。かけて
中長編み1目、次も中長編みの1目、そして次は中長編み2目です。1、2、次長編みですね。長編みの1目ずつ9回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここまで来ました。そしたらこちらですね、中長編みの1目1目2目です。中長編みが1目、次も中長編み、次中長編み2目です。1、2、そして細編みが1、1、2です。1目1目2目です。1目1目、次が2目です。でここですね、最後ここ1目増やした分のところに引き抜きます。ここのオレンジのところに引き抜いて、もう一度引き抜いた方がいいかな、もう一回引き抜きますね。これで顔の部分ができました。で糸がいっぱいありますので、ここは引き締めてくださいね。色が変わったところは糸を引き締めて2本を2回結んでおきます。1回2回、そうするとピタッといきます。であとはここはいいですね、ここがこことここ、ここ2箇所ありますね、ここを引き締めて2回結んで、こちらも引き締めて2回結びます。はい、こんな感じでちょっとカーブしてますけれども、これアイロンで押さえちゃえばこうしてぺったんこになるんですけども、アイロンで今回押さえない方がいいです。なぜかというと顔ですので、このぺったんこのぺったんこ同士を合わせてここに綿を詰めるよりも膨らんだ感じで綿を詰めた方がちょっと柔らかい感じになると思いますので、こんな感じにしたいと思います。でこれは赤い髪の色は髪の色のところで、顔の色は顔の色のところに糸始末を全部してください。ちょっとこれ大変ですね、たくさんありますからね。赤いのはこの赤いところですね、潜らせてなるべく手前の方をすくって表に針が見えないようにして、そっと引いて、でここで切ります。こんな感じで全部糸始末してください。はい、お顔の糸始末が終わりました。で次頭なんですけれども、頭はまず1段目と2段目は全部髪の色で編みます。これ同じ編み方です。こちらと同じ編み方で2段編みました。で3段目を編むときにここから編み始めて、先ほどと同じ1目2目1目2目1目、ここまで髪の色で編んで、こちらをお顔の色で編みます。実際に編んでいきます。3段目です。ここからです。立ち上がりの鎖編み1目編んで、1目2目1目2目です。1目2目1目2目、そしたらここからここまでは増減なしですので1目ずつ9回細編み編みます。1
1、2、3、4、5、6、7、8、9回、ここが編めました。そしたら1目2目1目2目を編みます。1目2目1目2目そして先ほどと同じように1つ髪の色を編んで、そして顔の色に変えます。そして次に2目を顔の色で編みます。1、2、1、2です。髪の色が1目か、顔の色で2目、1目2目と編みました。そしたら残りは1目2目1目2目顔の色で編みます。1目2目1目2目です。1目2目1目2目そしてここからここまで1目ずつ9回1、2、3、4、5、6、7、9回細編みです。1、2、3、4、5、6、7、8、9そしたら1目2目1目2目1目2目です。1目2目1目2目1目2目です。1、次が2目、次が1目、次2目、1、2、次1目、次2目です。1、2、そして最終段は髪の毛だけ、髪の色だけで編みますので、引き抜くときに、ここは引き抜いた目、ここですね。ここに引き抜くときに、これが飛んでますので、近くありませんので、一旦糸を切って、そしてここに新たに糸を引き抜きます。そして立ち上がりの鎖編み、そして最終段を編みます。ここは増減なしの段ですね、ところですね、ここですね。まず1目1目2目細編み1目1目2目です。1、1、2、1、1、2目そして中長編みが1目1目2目です。中長編みで1目また中長編みで1目次中長編みで2目です。1、2そしたら長編みを1目ずつ9回です。ここから長編みです。1、2、3、4、5、6、7、8、9ここまで編みました。そしたら中長編みが1目1目2目です。中長編みで1目1目次中長編みで2目です。1、2細編みで1目1目2目です。1目1目次が2目です。1、2そして次の目で引き抜きます。ここで引き抜いてもう一回引き抜いておきますね。これで髪ができました。これも切っておきます。で先ほどと同じように色替えしたところは引き締めて2回結びます。キュッ2回です。でこちらも色替えしたところは引き締めておいて2回結びます。キ
今日、ぎゅっと、あとこちら糸始末をしてください。はい、お顔と髪ができたら、これを合わせて中に綿を詰めて閉じていくんですけど、その前にお顔の刺繍を先にしたいと思います。まずお鼻のところにピンクで2本取りで中心ですね。中心、ここの真ん中の線のところの真ん中ですね。この辺とこの辺ですね。ここにお鼻を刺繍します。ですのでこの隠れるところですね、ここをちょっとすくって、こうして一針縫って止めておきます。止まりました。そしたらこちらの片側に入れて、よいしょ、2本取りで3回ぐらい縫っておきたいと思います。いいかな、これで1回、2回で3回目、よいしょ、こんな感じですね。そしたらこうちょっと絡めてあげて、あとボンドもつけるのでこれで切っちゃいますね。あんまりゴロゴロしない方がいいので、これでお花が完成です。今度お口です。お口は黒1本取りです。そしてここからスタートですので、ここなんですけど、大きい穴ですのでこうやらないでくださいね。こう入れちゃうと絶対こう取れちゃいますので、でこちら側の方で閉じますと黒が見えますので、こういって線が来ますので、隠れるところですね、ここですね、隠れるところをすくいます。そして止まったらちょっとだけこう縫っておきますね。で止めます。ここで止めておいて、それからスタートです。でここから始めたいので、ここですね、ここからスタートします。スタートするんですけど、次の目ですね、次の目行って、で次の目行ったら一つ戻ります。で次の目行って、次の目がここでいいかな、いや一針ずつ行きますね。で戻ります。また次の目行って、カーブだから一針ずつのがいいですね。平らのとこは二針でも一つ飛ばしてもいいんですけど、カーブは飛ばすと綺麗なカーブできませんので、ここは一針ずつますね。こんな感じでこっち行きたいとこですけど戻ります。戻ってこんな感じです。でここはちょっとここでもいいし、こっちでもいいし、こっち来てみますか。こうまっすぐだからここは飛ばしても大丈夫なとこですね。そして、まあ、細かくても大丈夫ですけどね。一目ずつのが間違いなくていいかな。よいしょ、あ、ここちょっと割れましたね。よいしょ、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 これでいいですね。次の目一針ずつのが間違いなくていいですね。気をつけるのはこう穴のとこでこういう糸のこういう糸すくっちゃうと汚くなるので、ポコッと開いたところに針を出した方が綺麗に縫えます。
この穴を見つけて、これですね、穴を見つけて針を出した方が綺麗に刺繍できますね。またここ穴を見つけて、これですね、で次もここでいいでしょうね。穴のところ行って、ここも大きい穴ですね。ここはね、でこの後ちょっとこれと同じようにしたいので、こっち側行っちゃうと同じならないので、こっち来ますね。あ、ダメだ、変なとこ入れてしまった。よいしょ、ここに来て、この線だからとずっと延長していかないでくださいね。こっち同じようなデザインにしたいと思いますので、ここに来て、であと一針くらいここに来ればいいのかな。で大体大丈夫ですね。そしたらこの糸はこちらの方に行くと黒が目立ちますので、こっちも戻って糸始末しますね。こう戻ってちょっとこう糸のこう割るようにして、こうこうよいしょ、潜らせてあげます。そしてそっと抜いてください。ギュッて引っ張らないで、そっとして形を整えてください。そして切ります。はい、はい、鼻と口ができました。目は最後にしたいと思いますので、これで今度お顔と頭をつけたいと思います。こうですね。でお顔の色はところお顔の糸で、頭は髪は髪の色で閉じていきます。まず白い方を閉じていきますね。はい、白を閉じるんですけど、いきなりここをやらないで、こちらの奥の方からこちらに出します。でここで止めておきますね。そして裏と裏が内側で、表と表が外側になるように外表に合わせます。でこうですね顎と顎を白と白合わせます。そしてバックループです。チェーンがあって向こう側の糸ですね、ここを一本すくいます。そしたらこちらもバックループです。こうなってるからここですね。まず1本ずつすくいます。で引き締めておきますね。で足はもう1回やっとこうかな、2回やっときますね。でこちらの1本とこちらの1本ですね。そしてこちらの1本で、こちらの頭の一本、顔の一本、頭の一本、顔の一本、頭の一本、顔の一本、こんな感じです。で、一本ずつ閉じていきます。ここもパッパッパと飛ばしたいとこでしょうけど、1本ずつやってください。面倒でもその方が間違いなく綺麗に仕上がります。せっかちな人はね、適当にこう飛ばしたいでしょうけども、1本ずつのが間違いないです。こんな感じで閉じていきます。
本一本、一本一本、目数同じですのでね、同じに最後までいくと思います。途中で狂っちゃったら適当に最後がくっつくようにごまかして合わせちゃってください。一本一本、一本一本、合いましたね。最後一本一本で、ここが一本で、よいしょ、ここが一本で、はい、合いました。そしたらもう一回向こうに行って、こちら内側でひと始末しておきます。で糸を切ります。はい、顎の部分がくっつきました。今度頭いきます。頭いく前にちょっと綿を詰めておきますね。軽く詰めておきます。こうやって詰めるのでアイロンかけない方がこうお顔がふわっとしていいですね。こうぺったんこにしてやるよりもこのままの状態の方が優しい感じに仕上がると思います。 あまり入れないですね。まだ閉じますから。最後に足んなかったらまた綿を出したいと思います。軽く入れておきます。結構いっぱい入っちゃったか。このくらい難しいですねこのくらいでいいかな。このくらいにしておきますね。では続けて髪を閉じていきます。髪もいきなりここからこうここスタートここしないでくださいね。必ずこう裏側のところから針を入れて、たまたましなくても多分大丈夫です。こうして綿も入るし、このままちょっと綿が出ちゃいましたね。よいしょ、このままここの一本端、一番端のところ入れますか。入れないかな。ここでいいか。一本とここの一本、よいしょ。そしてこちらの一本とこちらの一本、綿が出ちゃったな。よいしょ、ここでいいか。でこちらの一本、こちらの一本、バックループ通しですね。こっち、この一本とこの一本、こちらの一本、こちらの一本、こちらの一本、一本、一本、一本。このくらい来たらちょっと様子を見て、綿が少ないようでしたら出してください。あんまりパンパンにしない方がいいと思います。全体的に薄く入ってた方がいいですね。まん丸にしないでくださいね。このくらいあれば
です。残りを閉じます。これ合わないようだったらちょっと一本こうずらしてしまって、こうぴったり合うようにしてください。最後がここかな。最後ですね。はい、これで左右対称になってると思います。耳の位置大丈夫ですね。そしたら裏側でこう綿に絡ませる感じで中を通して、何回もやってもいいんですけど1回で大丈夫です。これで切ってしまって潜らせておけばです。そしたら耳を編みたいと思います。耳は顔の色です。耳はこちらからいきますか。こちらの表から、左耳は一段下からいきますね。右は上からいきますけど、2目使っていきます。2目目のところから針を全体下まで入れます。そして1回引き抜いて、あ、待ってください。こうなってて引き出したら糸割れてます。よいしょ。1回引き抜いて、でここは引き締めてください。引き締めてから鎖編み4目です。 1,2,3,4 目。そして1目目の外側の1本でいいかな。1目目の1本に引き抜いて、で一番上のとこです、一段隣のところに針入れて引き抜きます。でもう一回引き抜いておこうか。これで終わりなんですけど、これ引っ張ればグッとなって耳になります。でこれこの糸とこっち先の編み始めの糸とくっつけたいので、編み終わりの糸に針を通したらちょっとこちらのすぐそばまで持ってきますね。そしてクッとして、でここで結びます。2回、1回、よいしょ、2回。そうするとこんな耳になります。あとは糸始末ですね。ちょっと分かりにくかったかもしれません。もう片方やりますね。これは中に入れちゃいます。裏ですけどね、頭側ですけども、頭も こっちからオレンジのところを通らないようにして、こっちに潜らせた方が綺麗に仕上がりますね。こちらも同じですね。
白いところを通して白いところから中に入れて、そして中を通してすると、ここもオレンジのとこかかってないから綺麗に仕上がります。はい、ではもう一つ耳をちょっとゆっくりやりたいと思います。先ほどはここから1段2段目のところから引き抜いて4目、鎖編み4目で1目目に引き抜きました。今度ここ1目目に引き抜きます。糸始末の分残しておきます。1目目です。ここです。ここに針を入れて下まで行きます。そしてこう糸始末の分残して引き抜きます。で、糸を引き出したら1回かけて、ここで鎖編み1つというか引き抜いて、ここは引き締めておきます。引き締めてから鎖編み4目です。1,2,3,4,4目編みました。そしたら1目目です。ここでいいかな。ここは引き締めてきついですからね。ここでいいです。上の1本です。これを引き抜きます。そしたら1段下、今ここに引き抜いたんですけど、その1段下に針を入れて引き抜きます。でもう1回引き抜いて、そして糸を切ります。はい、でここ引っ張ってキュッとして、で この糸とこちら結ぶので、この編み終わりの糸をここの近くに持ってきます。ここに近くに持ってきて、そしてここで2本、2回結びます。1回、2回、これでこちらの耳もできると思います。ちょっとこちら向けると可愛いかもしれないですね。そして糸始末です。先ほどと同じです。白いところだけに塗って中に潜らせます。白いところに塗って、そして白いところから入れて中に潜らせます。で、糸を切ります。こちらも同じです。はい、完成しました。そしたら紙を作りたいと思います。こちらですね。こちらは私は今回このような手帳、これがあったので、これを使いたいと思います。何でもいいです。お手持ちのもので、これをここに6回縦に巻きたいと思います。1回、2回、1回、2回、3回ですね。これ4回、5回、6回、これで2、3、4、6本あります。6本巻いたら切ります。そして外して、この輪を持って、どこにするかまだ決めてませんでした。この辺ですか。この辺と、左右対称がいいんですけどね。ここでいいかな。もうちょっとこっちかな。先に決めなきゃダメですね。よいしょ。やっぱりこっちじゃダメだ。ここかな。こことここにしたいと思います。この子は、もう一つこっちか。位置でもってね、だいぶ感じ変わりますからね。この辺でいいのかな。この辺ですね。じゃあここにします。そしたらここですね。ここにズボッと前から後ろに全部通して、この針でかかるかな。6本、ギュッとやって6本抜きます。ここです。抜けました。
今これ6本ですよね。6本あります。でここで12本ありますね。でこちらも12本で全部で24本になります。でここ同じ長さにします。これで24本になります。そしたら輪を切ります。輪を切ってで今24本あります。でこっちに12本、こちらに12本ですので、こっちの4本、1234本、4本4本4本分けて、こっちも4本ずつ分けます。3、4本、4本、4本。そしてこの4本とこの4本合わせます。この真ん中の4本と4本合わせます。こちら4本4本。これで8本ずつになりました。8本ずつになったら、これをこう開けて、開けたのにおかしくしちゃった。1234、1234。これでいいですね。これでいいですね。そしたら三つ編みです。よいしょ。で三つ編みを編んでいきます。8本です。8本です。これをちょっときつめに編みますね。編んだら、私結ぶ糸ですね、用意してなかったです。よいしょ。これでギリギリだとバラバラになっちゃいますので、ちょっと一つ下ぐらいですね、下ぐらいに、この三つ編みの一つ下ぐらいにこう巻きます。一回よいしょ、この辺でいいですね。この辺に巻いたら、ここでキュッと引っ張ります。よいしょ。ここで結ぶんですけど、ちょっとずれますね。よいしょ。よいしょ。キュッとキュッと結びます。こんな感じです。そしたらリボン結びにします。前持ってきて、4本あるから難しいです。よっ、ちょっとよっ、できた。はい、できました。そしたらここは長さ、ちょっとこちらやってからちゃんと揃えたいので少し長めにしておきますね。このくらいで切っておきます。でこちらも同じようにしてください。こんな感じで紙ができました。次にドレスを作りたいと思います。こんな感じでこの首のところからぐるぐると編んでいきたいと思います。では鎖編みを6目編みます。
まず結び目を作ります。引き締めておいて少しゆとりを持たせて6目です。1、2、3、4、5、6、そしてチェーンをひっくり返して6目目を押さえて立ち上がりの鎖編みを1目です。これで鎖編み7目になりました。そして押さえたところから細編みを1目ずつ6回です。1、2、3、4、5、6。で今回はここに3目とか入れるんではなくて反対側に1目ずつ6回編んでいきます。ですのでターンして同じ場所からここから6回です。1、2、3、4、5、6。最後も2目とか入れないで1目だけです。そして1目目の頭に引き抜くのでここですね、ここに針を入れて引き抜いて、これで1段目は終わりです。2段目からはちょっと難しいですが、こんな図になってしまいました。まず増減なしで1目ずつ12回です。立ち上がりの鎖編み根元から1目ずつ12回です。1、2、3、4、5、入れにくいですね、よいしょ、6、7、8、9、10、11、12で、ここは引き抜いた目立ち上がりですので、ここに引き抜きます。よいしょと、こんな感じです。無理やりこの部分を作りました。ここに首にくっつきます。3段目です。3段目は、1目目というか細編み1目に長編み1鎖編み長編み1と編むんですけど、最初立ち上がりの鎖編み数に数えない鎖編みを2目編みます。ですので 1、2 で1目目から編んでいきます。長編み鎖編み長編みです。ここにまず長編みを1目編んで鎖編み編んで同じところに長編みです。はい、だから 1、2、3 目分貼りました。そしたら細編み1目飛ばして次の目に長編み鎖編み長編みを入れます。ですのでここは飛ばします。こっちでここです。ここに長編み1鎖編み1長編み1です。よいしょ、これで2回できました。次も 1目飛ばして次の目に編みます。1目飛ばして次の目に長編み1鎖編み1長編み1です。そしたらここの1目飛ばして次の目です。ここ飛ばして次の目です。ここですね、ここに長編み1鎖編み1長編み1、これで 1、2、3、4 回です。あと2回やります。1目飛ばして次の目に長編み1鎖編み1長編み1、そして1目飛ばして次の目に長編み1鎖編み1長編み1、よいしょ、そしてここ1目飛ばして1周します。ですのでここの鎖編み2目ではなくて長編み1目目の頭に引き抜きます。ここに引き抜きます。長編みの右上の2本です。ここに引き抜きます。これでこんな感じで輪になりました。そしたらこの糸は邪魔なので
ュッと引いて、引けないか。でもいいですね。中入れときますね。はい。これで3段目ができました。4段目です。4段目は、この3段目のチェーン1のところ、鎖編み1のところにこれを編みます。ですので、ここの鎖のとこまで引き抜き編みで移動します。このチェーン1の隙間に引き抜いて立ち上がりの鎖編み2目です。 1,2 そしてここにこれですね、4段目、これを全部編んでいきます。長編みに鎖1、長編み2です。まず長編みを2目編みます。1,2そして鎖編みで同じところに長編み2目です。1,2そして次の鎖編みのここですね、ここに同じように編んでいきます。まず長編みが2目です。1,2鎖編み、そしてまた同じところに長編み2です。1,2でまた今度ここの鎖のスペースです。ここに長編みをまず2目、1,2鎖編み1、同じ場所に長編み2目です。1,2今度こちらですね、ここの鎖編みのスペースに長編みが2個と鎖編みが1つと長編み2個です。1,2これで1回2回3回4回できました。あとこことここですね、ここに長編みが2個、鎖編みが1つ、そして長編みが2個、最後ここですね、長編みが2個、鎖編みが1つと長編みが2個。はい、そしたらこの鎖編みではなくて、ここですね、長編みの頭ですので、ここではなくて長編みの柱の右上の2本すくって引き抜きます。でここまでできました。そして今度次はここの4段目の鎖編みのところに編んでいきますので、鎖引き抜き編み2個でここまでいきます。まず1回、でここにチェーンのとこ入れて2回で引き抜いて、ここのチェーンの真ん中に来てます。そして鎖編み2目で立ち上がって、今度3目です。長編み3目、鎖編み1、長編み3です。ですのでまず3目編みます。1,2,3そして鎖編み、また3です。長編み3です。1,2,3はい、1つできました。今度はここのスペースここですね、この鎖編みのスペースに編んでいきます。こういうところに編んでいきます。ここですね、ここに3目編みます。1,2,3そして鎖編み1、また3です。1,2,3そしたらここのスペースに行きます。1,2,3鎖編み1、また3です。1,2,3そしたら今度ここのスペースです。1,2,3鎖編み1、1,2,3今度ここです。1,2,3鎖編み1、1,2,3そして今度ここです。最後ですね、1,2,3鎖編み1、そして1,2
さん、そしてチェーン、あ、長道の頭に引き抜きます。はい、今こんな感じです。こんな感じになってきました。で、こんな感じですね。で、こちらがこうで、こちらがこんな感じになります。こう綺麗な丸にかけてなくてすみません。前と後ろと思ってください。前と後ろでもないか、そんな感じですね。はい、最終段です。6段目です。今度はこの鎖編み1のところに長編み8目入れていきます。真ん中の鎖はないです。ですので鎖編み、あ、引き抜き編み3目でここのチェーンのところまで移動します。今ここにありますので、ここまで引き抜いていきたいと思います。1、2、そしてでここですね、3、ここまでチェーンのところまで来ました。そしたら立ち上がりの鎖2目で、今度ここのスペースに長編み8目です。そして次ここのスペースに長編み8目です。1、2、3、4、5、6、7、8、8目編みました。こんな感じで鎖編み1目のスペースにこうなって広がってます。でまた今度ここのところにこう広がっていきます。今度はここです。1、2、3、4、5、6、7、8、今度はここの真ん中ですね。1、8、はい。そしたらここの1目目とつなげるんですけど、チェーンつなぎにしたいと思いますので糸を切ります。ちょっと切れない。そしてこれを糸を引き出して、でこれは糸を針穴に通すときは2つ折りにして先を出して穴に目がけてクッとします。これで通ります。そして1目目ですね。ここが鎖編み2目、1目目のここです。ここに入れて最後のチェーンに戻ります。でもう一回やっときますね。ここでしっかりします。そして緑のところを潜らせて、平らにして根元で切ります。はい、これでドレスが完成しました。こんな感じです。ではこんな感じの足を編みます。編み図はこちらです。まず輪の中に細編みを6目です。短い方を手前にします。人差し指にかけて編み糸を右手で持って下から1回2回3本を右手で外します。左手にかけて下を押さえます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出して引き締めます。ここからスタートです。立ち上がりの鎖編み1目編みます。少し伸ばして鎖編みです。輪の中に細編み6目編みます。輪の中に入れてかけて引き出してかけて2本抜きます。1目です。同じように2目3目4目5目
6目。そして少し伸ばして針を外します。輪を回転させて編み始めの糸を上にしました。引っ張ります。どちらかが動きます。キュッ、こちらが動いたので、動いた方を引っ張って中心の穴を小さくします。もう一度短い方を持ってキュッと引きます。そして1目目に引き抜きます。1目目は1、2、3、4、5、6。ここが1目目です。針を戻してここに針を入れて引き抜きます。これで1、2、3、4、5、6目あります。次2段目です。2目ずつ6回で12目にします。立ち上がりの鎖編み根元から2目ずつです。1、2、これで1回です。次2回目の2目、3回目の2目、4回目の2目、5回目の2目、6回目の2目。そして引き抜くところは、ここが引き抜いた目、縦が立ち上がりの鎖編み、ここが1目目ですので、ここに針を入れて引き抜きます。これで2段目ができました。3段目4段目は増減なしで1目ずつ12回です。立ち上がりの鎖編み根元から12回細編み編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ここが引き抜いた目、立ち上がり、その次の目、ここに針を入れて引き抜きます。もう一段編みます。立ち上がりの鎖編み、そして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。そして1目目に引き抜くときに足の色に変えます。ここまでが靴の色です。で、足の色を引き抜きます。よいしょ。そしてここですね、2目一度を6回で6目になります。立ち上がりの鎖編み根元の目に針を入れて引き出して、次の目に針を入れて引き出して、3本になったら糸をかけて3本抜きます。これで1回です。次も次の目に針を入れて引き出して、次その隣の目に針を入れて引き出して、3本になったら糸をかけて抜きます。で、ここでちょっと休ませておいて糸始末をしてしまいます。色替えした糸同士を引っ張って2回結びます。1回、2回。そして編み始めの糸も全部短く切ります。2センチぐらい残して切ってください。そして中に全部入れて、そしてここでちょっと綿を詰めておきますね。いっぱいにしないで、また後で足しますので、少なめに綿を詰めます。たくさん入れると編む時にこの綿が絡んでしまうので、ちょっと多いくらいでしたね。いや、ギュッとし入れときましょう。ギュッギュッと、はい。で、針を戻します。で、今2個までやりました。次3回目の2目一度です。次の目と次の目で2目一度、
4回目です。次の目と次の目、次の目で2目1と5回目です。次の目と次の目で2目1と6回目です。次の目と次の目で2目1と、そして1目目に引き抜きますけれども、ここですね、ここに引き抜いて、そして糸始末の分とこの足の分ありますので、結構ちょっと長く長めに残して切ります。そして糸を引き出して、でちょっと綿を足したいと思います。しました。そしたらこの6本の糸を閉じます。針に糸を通して、外側の1本ずつでいいです。1、2、3、4、5、6は適当でいいです。そしてギュッとします。はい、これで靴と足首までできました。あとこの脚の分ですね、これを作ります。これは鎖編み16目編みます。編むんですけれども、今こうなってます。どっか適当なところから針を入れて糸をかけて引き出します。でもう一度糸をかけて引き出します。でこれで中心に来ました。でここ引き締めておいて少し伸ばして、ここから鎖編み16です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16編んだら糸を伸ばして、これで完成です。これを2つ作ってください。では手を編みます。輪の中に細編みを5目編みます。短い方を手前です。人差し指にかけて、小さいから指1本で大丈夫かな。1回、2回、そして3本こちらにして、輪の中に針を入れて引き出して、もう一度かけて引き出して引き締めます。少し伸ばして立ち上がりの鎖編み細編み5目編みます。1、2、3、4、5目編んだら少し伸ばして針を置いて、輪を回転させて短い方の糸を引っ張ります。動いた方を右に引いて、穴を小さくしたらもう一度持って引っ張ります。そして5目、1目目の頭に引き抜くので数えます。1、2、3、4、5、ここが1目目です。針を戻して、ここが1目目ですので、ここに入れて引き抜きます。そうすると目数が1、2、3、4、5目あります。2段目は2目ずつ5回で10目にします。立ち上がりの鎖編み根元から2目ずつです。1、2、1回です。2回目の1、2、3回目の1、2、4回目の1、2、5回目の1、2、そしたらここは引き抜いた目、縦が立ち上がりの目ですので、ここが1目目です。ここに針を入れて引き抜きます。引き締めます。
これで2段目ができました。3段目は増減なしで1目ずつ10回です。立ち上がりの鎖編み編んだら、ちょっとこれもう邪魔になるので切っておきますね。根元から1目ずつ10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そして1目めの頭に引き抜きます。これで4段目ができました。で今回は綿を入れませんので、このまま今3段目ですね。4段目に行きます。2目1度を 5回で5目にします。根元と次の目で2目1度、また次の目と次の目で2目1度、これで2回です。3回目の2目1度、4回目の2目1度、最後5回目2目1度、そして1目目の頭に引き抜いて、そしてここが手で、これから腕を編みますので、腕の分とあと閉じる分を残して、少し長めに残したら糸を切ります。そしてこれを引き出して、この5目を閉じたいと思います。まず1本、1、2、3、4、5本通したらギュッと引きます。そして平らにして、針は外してかぎ針を通します。1回かけて引き出して、よいしょ、もう一度かけて引き抜いて引き締めます。少し伸ばして、ここから鎖編み10目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、残りは閉じる分の糸です。こんな感じです。2つ作ってください。はい、これで編むのは終わりです。あとは組み立てです。ドレスがあって足がありますね。で、足はこのドレスの中を通ってこの首とつなげたいと思いますので、まず足を針に糸を通して、でここの首のこの辺出したいので、このドレスの中を通ってこの辺に針を出します。でここはちょうどギリギリぐらいの長さです。そしたら首のこの辺とこの辺ですね、この辺にこうつけたいので、まずこちらですね、ここをすくいます。どっちからでもいいですね。そしてどこか、こちら縫って、ちょっとここで、ここの顎のラインは残してくださいね。こっちのライン、首のライン、閉じた糸が真ん中にありますので、そこでくっつけていきたいと思います。
でここでもうどんどん縫わないで、これは休ませておいて、もう一本の足をつけたいと思います。もう一本の足もここの中を通して首のところに出してここに出しますね。そしてここで位置を確認します。位置を確認してちょうどこのお花の真ん中ですね、そこにこの首ドレスが来るように縫っていきたいと思います。このラインですね、ここは残してください。そしてここにつけます。こっちかな、こっちかな、だいたい位置が決まったら一応止めておきますね。位置がずれないように止めておいていいですね。そしたらこの残った糸でよいしょ、こちらならこちらを出してここ後ろ側をまず細かく縫っちゃいますね。この頭のラインは残して内側の内側っていうかこの糸ですね、ここよく細かく縫ってしまいます。これでもちゃんと位置が決まりましたので、この糸はもう中に入れちゃいますね。あとはこちらの糸で前を縫っておしまいです。前を縫うんですけども、このライン、フェイスライン残してくださいね。ここを残して、この中の内側の糸ですね。これを細かく縫います。この幅全体を縫い付ければ首が完成です。あとはここ潜らせて穴の開いたとこ出してで切ってしまえば、はい、これでドレスと足がつきました。では腕です。腕はこの肩のところにこうつけます。ですのでまずはここの肩のところですね、ここに入れて、こっちがいいかな、よいしょ、ここに入れて、そしてこのチェーンの1目目ですね、1目目ここに入れてつなぎます。そしたらこの手がこうブラブラだとあっち行ったりこっち行ったりしますので、ちょっと肩のところでこう
縫って手を前に持っていきたいので、こんな感じですね。こうして手がドレスの前に行くように縫いたいと思います。ですので、このチェーンの真ん中に出して、もう一つこうですか、耳に引っかかっちゃった、よいしょ、これで前に来ます。この状態で閉じちゃいますね。どうしようかな、ここぐるぐるしたくないので、このチェーンの真ん中を利用しますね。もう一回ここ縫っておきますね。これでいいかな。そしてあと上の方、ここもちゃんとしっかり閉じて、はい、これで手が前に来ます。後ろに行かないようになりました。そしたらこれもこの線を残したいので、こちらに来て、でこの赤いとこに白いのが行かないようにして、中を潜らせて、これで切ります。こちらも同じように肩の線のところでこうつけてください。はい、両手がつきました。後ろはこんな感じです。では目をつけていきます。目は直径6ミリの刺し目です。6ミリですね。大丈夫。これをつける位置を決めますね。この辺とこの辺ですね。ちょっとわからないけど一旦刺してみますね。そして様子を見ます。だいたいいいですね。そしたら木工用ボンドです。これでですね、針を一旦入れときますか。温度をつけて、ちょっと多くてもいいですね。こう入れてしまいます。で今度こちら、まずはここに入れてみて、よいしょ。でこのままだと取れやすいので、ちょっとボンドを出して、そしてつまようじの先につけて、これちょっと浮かして、こういうところをちょっと出しておきますね。でこちらも浮かして、ぐるっと足して、でしっかり入れときます。はい、これで目は完成です。あとですね、頬紅、100均の頬紅で大丈夫ですね。よいしょ、これを綿棒でちょいちょいちょいとしときます。元気な女の子ってことですね。はい、これで本体は完成です。あとキーチェーンをつけるのが必要ですね。これはキーチェーンの紐はここのこの線は残したいと思います。ですのでこの後ろの方ですね、こちらにつけたいと思います。 ここですね、ここは残しておきます。ですのでこう入れないでください。こっち側ですね。こっち側の5年すくいますか。真ん中。ここでいいか。
こんな感じでこの線を残してくださいね。そして糸始末の分を残して引き抜いて引き締めて、で鎖編みを5目にしますね。1、2、3、4、5目。そしたらちょっと長くして糸始末の分を残して切ります。糸始末というかここで閉じる分ですね。閉じる分を残して切りました。そしてここをここ閉じるんですけど、こっち側に行って、ちょっと休ませといて、こっちの糸を使いますね。で、ここの糸がこっち来て、こっちも通す。ここはお好きなようにしっかりとさせてください。よいしょ。ここにキーチェーンがこう入ればいいので。で、ここでこっち側にやって。で、今度こちらとこちらで結びます。一回。そしたらこれをこっちに潜らせて、こちらも潜らせます。しました。あとはお好きなこういう金具をここにつければ完成です。で、こちらほどけやすいので、できればこうボンドでこうしっかりとこうつけて乾かすといいですよね。お時間があったらこうして形整えて、じゃないとパラパラほどけますので、こういうところとか腕の付け根とかちょっとボンドで押さえるといいと思います。はい、こんな感じです。可愛いですので、色違いでたくさん作ってみてください。以上です。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画も見てね。チャンネル登録を
よろしくお願いします。